石川県能登地方で起きた地震の被災地を支援しようと、札幌市は市が備蓄する寝袋を石川県に向けて発送しました。札幌市が災害時の物資を備蓄している中央区の倉庫では、寝袋が入った段ボール箱がトラックに次々と積み込まれていました。札幌市はおよそ10万枚の寝袋を備蓄していて、そのうちおよそ1万2000枚を石川県に届けます。避難所での寒さ、結構厳しい状態で、これからももっと辛い状態になるかと思いますので、そういった方々にですね、少しでも、有効に活用していただければなという思いでですね。寝袋は明日夜にも支援物資を受け入れている金沢市の拠点に届く見通しだということです。